マルチン・マトコフスキは、ポーランド・バルリネク出身の男子プロテニス選手。ダブルスのスペシャリストとしてよく知られ、主に同じポーランドのマリウシュ・フィルステンベルクとの、ダブルスのみに活動を絞っていた。ATP ツアーで、シングルスの優勝はないが、ダブルスで18勝を挙げた。自己最高ランキングは、シングルス647位、ダブルスがない。 身長 188cm、体重 81kg、右利きの選手。サービスとフォアハンドストロークを最も得意にする。マトコフスキは8歳からテニスを始めたが、その年にポーランドの共産主義が崩壊した。彼は1998年からポーランド国内開催のチャレンジャー大会に参加し始め、2000年から男子テニス国別対抗戦。 デビスカップポーランド代表選手に選ばれたが2001年から2003年までアメリカのカリフォルニア大学ロサンゼルス校に留学していたそのため彼は22歳という遅い年齢でプロテニス選手に転校した現在もダブルスのパートナーを組むマリウシュ・フィルステンベルクとの出会いは2000年11月にアメリカフロリダ州で開かれたチャレンジャー大会であったそれ以後 マトコフスキは大半のトーナメントでフィルステンベルクとペアを組むようになる。2003年7月末、個国ポーランドのオレンジワルシャワーオープンのダブルスでフィルステンベルクと組んでツアー初優勝を果たす。2004年アテネ五輪のポーランド代表選手に選ばれたマトコフスキとフィルステンベルクは男子ダブルス1回戦でスイス代表のイブアレグロ。 ロジャー・フェデラー組に3から6、2から6で敗退した。M ・マトコフスキと M ・フィルステンベルク・マトコフスキとフィルステンベルクは2006年全豪オープンで初めての4大大,大会ベスト4に進出した。準決勝でマルティンダム、リーンダー・パエス組に2から6、4から6のストレートで敗れた。これで勢いづいた2人は年間最終ランキング上位8組しか。 出場資格を得られない、男子ツアー年間最終戦テニスマスターズ、カップダブルスにも初めて出場資格を得た。ポーランド人同士のペアとしては、史上初の快挙となった年間最終戦の舞台で、二人は予選ラウンドロビンで参戦全敗に終わった。2007年、マトコフスキとフィルステンベルクは、男子ツアー大会のダブルスで、年間2勝を挙げたが、 テニスマスターズカップには出場できなかった。2008年は、北京五輪で2度目のオリンピックに出場し、2年ぶり2度目の、テニスマスターズカップ出場資格も獲得して、予選ラウンドロビンで2勝を挙げた。こうして2人は、初めてのマスターズカップ準決勝に進み、ブライアン兄弟に4から6、4から6で敗れた。2011年全米オープンで4大大,大会の、 ダブルスで、初めて決勝に進出した。決勝では、ユルゲン・メルザー、フィリップ・ペッシュナーグミニ26、26で敗れ、準優勝となった。最終戦の ATP ワールドツアーファイナルでも、決勝に進出し、マックス・ミルヌイ、ダニエル・ネスターグミニ57、36で敗れた。2012年全米オープン混合ダブルスでクールベタ、ペッシュケと組決勝に進出した。 決勝では、エカテリーナ・マカロワ、ブルーノ・ソアレス組に76、16、1012で敗れ、準優勝となった。マトコフスキとフィルステンベルクのコンビは、デビスカップポーランド代表選手として、同一ペアのダブルス勝利数歴代1位になった。マトコフスキは2014年末で、フィルステンベルクとのコンビを解消した。その後は、いろいろな相手とペアを組んで活動した。 2019年に現役を引退した。マトコフスキはシングルスにはほとんど出場せず、4大大会の男子シングルスには一度も出場記録がない。ATP ツアーでのシングルス通算成績はわずか4勝4敗である。ありがとうございます。